ちは、日野です。もう間もなくね戻りますので、ちょっとその 1,2 分ぐらいですかねの間に、ちょっとでもね喋ればなっていうことで、ボタンをとりあえず押したということなんですが、イルミネーションが今こう12月1月っていうのがねあちこちであるんですけど、僕の住んでいる家の近くで毎年毎年もう超ド派手なねこのイルミネーション、クリスマスのイルミネーションをしてる人がいて、もう毎年毎年こうちょうど橋を上がっていくところにこう見下ろせる位置にあるんですけど、まあもうド派手ですよね。だんだん毎年派手になってきてるのが分かるんですけど、もうすごいですよね。本当にね庭一面に、そのイルミネーション、いろんなアンパンマンとか、なんやかんやっていうのがいっぱいあってですね、とにかくすごいです。で、まあ、あれ考えたら毎、その夜ずっと、ね、朝までしてるわけですから、電気代大丈夫なんだろうかとかね、まあ、そういう余計な心配はねしちゃうんですけど、でもすごいなって思うんですよ。結局自分のためというよりは多分あれ見てくれる人を、幸せにしたいなとか、ちょっとこう通った時に見て、あ、いいなって思ってもらいたいなっていう気持ちで多分やってると思うんですね。自分のために、やる、自己満足のためにやってるのかっていうと決してそれだけじゃないと思うんですよ。ああいうことをされる方っていうのは、まあ目立ちたいっていうのももしかしたらあるのかもしれないですけど、でも見てくれた人がねこう、すごいなって思ってほしいなとか、そういうのってあると思うんですよね。だから、結局相手があってこそですよね。自分一人であれやっても家の中にいたら見れないわけですから、あんまり意味ないんですよね。そう考えたら、周りの人のためにあれもなってるなって思うんですよね。まあちょっとあすごいなとか、子供とかねやっぱり喜びますし、ああいうの見たらすごいなって、それは人のためになってるなと思うんですよね。だからあれだけの労力をかけて、ね、そのシーズンずっと毎日灯し続けてくださるっていうのは、すごいなって、もう僕にはできないなと思うんですよね。だからそういう意味ではそういう一つ一つのね、その何気ないことを見ていくと面白いなって思うんですよね。あれはあれですごく、こうファンタジーというか、その心に潤いを与えている、行為になるし、でそれはいいことをしていることにもなるんじゃないかなって思うんですよね。人のためになる、誰かのためになってる、決して独りよがりではないなっていうふうにね見てて思うんですよね。まあそういうことで、それはまあ僕自身もそういう生き方が本当にできればいいなって思うんですよね。自分だけ、じゃなくて、やっぱりそれが自分のしていることが、人を喜ばせるとか人を幸せにするっていうことにつながっていけば、一番いいなと思うんですよね。そして自分も充実感があるという、多分誰もがそういうふうに思うと思うんですよね。今のでも多分その自分が今している仕事って、その仕事にいい悪いとか、上下っていうのは僕はないと思うんですね。どんな仕事もやっぱ素晴らしいと思うし、それが何らかの形で、人の役に立ってると思うんですよね。決してその、自分だけとかそういう仕事ってないんじゃないかなと思うんですよ。それがどっかでやっぱつながってるわけですよね。まあそういうことをね感じながら、店に着きましたので、今回はね以上になります。